では井口、そしてタイガース戦では木山、ジャイアンツ戦では松井と対戦してことごとく退けました。相手の中心バッターとばかり戦ってきたこの風です。一度センターからずっとその風を見守っています。三遊間、オープン戦の頃に比べると、ちょっとこう腕の振りが鈍いな、井口さんは思い切り触れたと、昨日ですね、ノーアウトフルベースで凡退しましたね、打てなかったのがゲームの後で落合選手といろいろ話し合ったそうですよ、で落合選手の言うには、まあ、君は別物つけという声、大きな声があったんですなるほど、はい、気持ちをその風にぶつけることができるかどうかという日本ハム。ノーアウト選んだ一塁二塁です。空振り。空振り。がマウンドにいます。複雑な新野手として期待されているこの加瀬がマウンドに今上がっています。その加瀬。ノーツーです。また一つの武器ですかね。そうですね。あのボールカウントの悪い時でもね、カーブを打ってストライク取れるわけですよ。はい。ストライクです。そこまでは座って腕組みをしてちょっとこう考え込むようなところが多かったんですが、立ち上がってこの風のピッチングをじっと見守っています。もちろん送り出した大木監督の方も心境はやはり複雑なものあると思いますが、1球から40球投げ込みました。そういう意味では非常に疲労度の高かったこのオープン戦、そしてキャンプでした。成果が出るかどうかというところですが、これはフォアボール。さあセカンド正面だ。4-6-3と回って。さあグリーンスタジアム神戸、先ほどの風の投球にまだどよめきが残っていたこのいう場面もありました。まあ、しかし。大きいマジックと言われますが、田尾さん、はい、落ち合いからの打順で手を使って4-6-3と回って打ち取りました。でもその6点差というのをしばし忘れさせてくれましたからねしかもこの7回の裏、ラッキーセブンは1番の田口からという好打順です。あーっとバットに当たってしまいました。